はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで、続きやっていき、あれ？じゃあ、ちょっと待って。前回、本当にアホなことして、アシュリーに向かってロケランを撃ったら自分が爆死するっていうのでダメージギリギリの状態になってたはずなんだけどね。なんとか今、体力がちょっと回復してるっぽい。よいしょ。まあ、ここでブラックバス手に入れてね、食っちゃおう。食っちゃおう。うん、オッケーオッケー。こんだけやらなんとかなるっしょ。で、あれ ?2 匹だけだった。えって、なんでそうな、うわ今食ったのに。アホやっちまった。いやー、にしてもダメージがでっかいな。めっちゃブラックバス食ってるし。これを食うて、あ、全回復。これは、あ、もうこれでいいや。いやー、意味ねー。マジでバカもったいないことしちゃったね。やっちまった、やっちまった。こうやってちなみにここのさ、巣って、あ、もうあるんだね。オッケーオッケー。今ので傷ついたエメラルドところか、もうなんか、Don't mind if I do. 傷つきすぎたエメラルド。跡形もなくなったんじゃない？大丈夫？ Welcome! Welcome! Got some rare things on sale, stranger. まずは売る。で、力をいらない金、ほい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 。傷ついたエメラルドも売っちゃう。 Your valuables won't do you much good in the grave. Oh, thank you. 千葉さんの声で聞いてみたいけど、あ、マグナムはちょっとあれだね。だらダメだから。でかっ。ガンパウダーもあれだね。使わなかった。本当すぐ頑張るんだね。You're a real professional. あれ？あ、傷ついたエメラルドってあれか。シンプルに。Nice work.Will that be all then? ああ、ごめんなさい。ちょっとよくわかんないまま、なんか急に手に入った。びっくりしたよ。購入で、じゃあ、チューンナップで、そう。That's good work. 本当に自爆しちゃったから。We're starting to get an idea of your travels. じゃあ、行こうか。宝石泥棒。宝石泥棒という名のカラスちゃんだよね、確かね。お金がね、すごい手に入る。あ、マグナムやった。こいつで。まだ2発しかないのか。トータルで、あ、マイカナイフ別に。使うこともおそらくないだろう。そうなんですよ。本来使うことがないんですよ。ありゃ、ちょちょちょ、ちょちょちょ、意識は終わりだー。あ、パーティーは終わりだったね。ごめん。あれ？ほい。ほい。おーら、大胆にも。あ、やばい、まずい、意識が。え？生きてたの、あいつ。マジっすか？やばい、やばい、やばい。あ、いって。え？いるの、どっか。またのーは、またのー。ロス、あ、いた。生きてんのかよ。あ、外したんだ俺普通に。いった。じゃあ登ろう。教祖様に近づこう。教祖様、僕と仲良くしようよ。そんなとこ行かないでさ、僕と仲良くしようよ。教祖様、頭が割れそうだ。頭がマイエッグ。あれ、開いた。教祖様、教祖様、チュキチュキー。グレンのカンテラ、いざって消せない。歌詞知らないんだよね。ああ、女の子系女子だったね。日本語がむちゃくちゃだね。女の子系女子。あ、いた。なんだ。ああ、すごい、ふわ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 してる。あれ、まだ生きてる、もしかして。ダメです、まだふわふわしてるね。あれ、いる、どっか。なんかすごい声はする。あれだな、無限武器使ってても全然油断ならないね。やられまくってんだもん、普通に。回復がないっていうか、そのあっても油断してたらもう速攻でボコボコにされてってんだもんね、今ね。真珠とルビー、超金持ちじゃん。まだいる？
いるね。どっかで声するもんね。あれ？あ、いたいたいた。君で終わりだね。だよね。不気味な音楽は流れ続けてるけど。終わりっぽいね。お疲れ様でした。いやー、マジか。教祖様当たってなかったな。あれだね。見切ったっつって避けられたのかな。甘いわーって言って。そんな弾速で私を捕らえきれると思うな、シュンっつって。ソル。ちょっとしつこいか。これで死なない？無理？まあ今回戻ってこないからいいんだけどさ。で、なんだったっけ？あー、なんだ、昔の彼女とイチャイチャするところか。お邪魔しまーす。イチャイチャ、イチャイチャ、銃を突きつけ合う仲だからね。ナイフもだけど。You can stop right there, Leon. Leon. 出た。昔の彼女なら。昔の彼女って今可能みたいな言い方になっちゃってるけどな。Well, after 6 years, 6年ぶりは随分なご挨拶だな。Ada. You don't seem surprised. Interesting.そうね、確かに驚かない。あの高さから落ちたのになんであなた生きてるのみたいなね。チャキン。Try using knives next time. Better for close encounters. 覚えておけ。Not a bad move. Not bad move. Very smooth. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. みたいな、ね、you know 今のあなたなら私のこと抱かせてあげてもいいかもね。さて。Leave the girl. あの子は手遅れよ。She's lost いや、そんなことないます。ないます。You walk away now, and who knows? Maybe you'll live to meet me again. そうすれば私たちまた会える。You were looking for. やっぱりムービーになると、あ、すごい。You think I'm gonna give up that easy? エイダの衣装って変えるのないのかな？なんか、あれモッドなのか。ほら、あの、right. 原作の4の格好でやってるなんか見つけたからさ。あれでも原作、違う、あれモッドなのかな？こんなにおっぱい大きくなってんのに原作の一層になった途端に谷間が全く持ってなくなるっていうなんかすごいパラドックスをがあるなと思いながら見てたけど相変わらずな女だぜ。いい女だな。プレゼント for you。 で、あれどっかで、あ、落ちたね。よし。で、ここら辺をパッキン、あれ違う、ベルベットブルーになってる。あれ石板、石板はあれ、looks like a trick door。 何かからくりがあってのことだな。石板あった、石板銀ツアーテン、石板 D で、ここはあー合っててよかった。古い鍵オープン。黄金の懐中時計。石板 B。じゃあ、あと C だけか。C。ダメよ。B までよ。あったあったあった。あっさり C まで行っちゃったね。女帝って漫画でさ、B とか C とかって懐かしい言葉が出てたりするからさ。で、これハメハメしました。で、違う違う違う。こうかな。で、縦、こうかな。で、縦が、違うね。ってこと。これ、縦が、あ、こっちだ。で、こうかな。いや、でも、ちょっと待ってよ。で、クリップというか、あ、違うね。ってことは、こいつが、ここで、クリップ、あ、違うね。じゃあ、こうで、こうの、あ、なった。オッケーオッケー。これでまた上が違ってましたとかだったら超めんどくさかったからね。オープンセッサリーで、これなんかいるんじゃなかったっけ。なんかいるんじゃなかったっけね。首がなくなってる。ごめんなさい。ほんとこの鹿好きね。鹿の骨っていうか。本当にあなた何だっていうことを見てるの、ちゃんと。なんかパ
パサって倒れた音聞こえたけど。特に、あ、製本室にこれあったんだ。トレジャー。まあ、いっか、もう。戻るのめんどくさいしな。やっぱり戻ろうとか言った。いや、戻んない、戻んない。なななな、はなな、はなな、はなななな、でん。で、取りつかれます。みなぎってきたー！レッドブル注入完了ー！さよなら。所詮は月焼き場の糖質なのよ。まあ、こういうのがまた出てくるか注意しなせってことだよね。ありがとう。ご忠告感謝する。Hello, stranger. Hello. よし。Welcome. Welcome. Got a selection. Trade. Good things on sale, stranger. めっちゃテンション上がってストレンジャーやな。ここら辺に置いて。いえいえ、こちらこそ。いつもお金くれるから。まあ、あの、ね、2週目、3週目になってくると、お金一方的にもらうだけになっちゃうからね。ほんと申し訳ないっす。歯の周囲、ボディアーマー、Without the necessary funds, I'm a see how that necessary pants って。Will that come back anytime? ああ、いつでも帰ってくるよ。で、上にもいはるから、あ、もううるさいな。いやー、お連れの人はね、あなたがなんか連れ去っちゃったんじゃなかったっけ？違ったっけ？あ、そうか、メンヘラになったんだったっけ？ほい。ほい。サラ、あ、サラサルケって言ってたな。なんだ、自分で名乗ってんじゃん、ちゃんと。でも、サラザールって誰だってなるよ。あ、いた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 。サラザール、聞いたことないぞ、そんな下品な名前です。いやいやいや。サラザールって名前僕好きよ。あのパイレーツオブカリビアに出てくるやつでキャプテンサラザールが一番好きだからね。いろんなキャラがいる中で。あれ死んでる。ほい。やばい、なんかちょっと画面が重くなってるぞ。大丈夫か。嫌な予感がする。で、これどうなってたら開くんじゃなかったっけ。あれ気のせいか。あれ無理か。あれなんかここら辺を。あ、いたいたいた。だよね、だよね。なんかショートカットができるぜよ、みたいなの、なんか。攻略サイトかなんかで見た。もうね、あの、ガンガンにそういうの見ちゃってるけどかね、ほんと。あー、ちょっと待って。生きてる。親方、あいつ、ロケランぶちかまされてるのに、生きてるー。こっちもいるね。どんまい。俺たち、私たち、ロケランで吹っ飛んでる。テレテレテテ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 てか、これ落ちたやつがあの地下に、地下であの誰だっけ、ルイスと共闘するときに出てくるんじゃなかったっけ。じゃあな、デカブーツ。これだとあまりにもあっさり終わりすぎて、あれか。まあいいか。ね、こっちの方にもいるんじゃなかったっけ。ちょっと先に倒しちゃったら敵出てこないとか。あ、そんなことはなかった。全然そんなことはなかった。はからずも、俺たちが相手して死んぜよ、って出てきたね。おっかねー。すごいね、この盾はやっぱりあいつが暴走した時用のあれだったりするんだね。あ、めっちゃ気づかれてるわー。ほい。あいてー、ほんとお上手。くるっと折り返ると、あー、ちょ、近い？なんでそんなみなぎってんだよ。うがー、うがーっつって。で、下にもいるんだっけ。あ、着地してきた。え、違うわ。お首どうなってんの。うい、大丈夫かな、生きてるかな。元気に死んでるよ。あ、ちょっと待って。
まだ敵の声がするな。こうなったら入ってこれないでしょうか。いるね。おります。なんかいたような気がするけど、そんなのはきっと気のせいでございます。急な謎テンションで、この開けた状態で上登っていったらいいんだよね。でロケランぶちかまして倒したとしても、確かあれじゃ、あのなんか下からニョキニョキ生えてくる系女子じゃなかったっけ。気のせい。 Yes Yes Cannon Damn it works。 あれってかこれ、これってさ、なんだっけ、肘鉄で鎖破壊できるってどんな力だよ。こっちはないのか。降りてくるんだっけ、敵いなかったっけ。あ、いるね。あれ、女の子の声だった。この子女の子だったの。そう、かつてはきっと美少女だった。で、それはいいんだけど、あれ、これでも普通にロケランで破壊できるんじゃなかったっけ。気のせい。ロケランで破壊できなかったとしたら、まあこいつを動かすしかないんだけどさ。ほいほい。あ、無理。あ、無理なんだ。やっぱいるんだ。了解です。了解です。やるか。あの旗、ウソップ、なんだあの旗、打ち抜け。了解。アソギキングか。お前ら世界政府に喧嘩売ってんだぞ。望むところだ。まあせいぜいサラザール家に喧嘩売るだけだもんね。全然喜んでやるよ。オープン。あれ、なんかあれ、俺なんか食らったっけ。アーマーが減ってんだけど、まあいっか別に。さーって、トゥ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 、うわー、してたっけ。わわ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 、なんだ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 、そんどこんどこにん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 、助けてー。ユーマン。しかもこれ、ね、ちゃんとね、こっちから戻れるっていうね。戻るときにやっぱアシュリーちゃんと一緒に行くときに、こっちから戻れるようにって、すごい優しい一瞬になっていくからね。そういう細かな気遣い、カプコンさん好きよ。カプコンのね、株ちょっと買おうかなと思ってたんですよ、3月の半ばくらいに。だけどやっぱり無理だったね。ここまでの値に落ちたらって思ってたけど、やっぱもう残念ながら、残念ながらっていうか、こうか不幸か、うん、やっぱりバイオ RE4 の影響で爆儲けなってたからね。なんか400円くらい上がってたんじゃなかったかな、買おうと思った時から。ここいるよね、確かね。もう一発くらい。そうなんだ。ここのワンちゃんさ、出たり入ったり隠れたりな、ね、出し入れするのがすごい上手だからさ、先に始末できるのにしときたいんですよね。無理かな。壁とか破壊されてくれたらいいんだけど。ということで、お邪魔しまーす。ベッドの上で何をしてたのかな、レディー。お兄さんともっといいことしないか。一人でやるよりも二人でやることの方が気持ちいいだろ。気持ち悪い。自分で自分がこのことを言ってて気持ち悪い。あ、Stay away from me。 I might hurt you again。 いやいや、別にいいよ。俺何回君のこと爆死させてると思ってんの。 When that happened、 あ、でもその自分じゃなくなった記憶が残ってるっていうことはあれだね、素晴らしいかもしれないね。別の何かになった。怖かった？大丈夫？あれ？レオンも？いや、絶対分かってないと思う。その布の下で何が起こってるのか分かったとしたら、もう相当なサイキックパワーよ、あなたも。でも逃げない。さあ、人として成長できるかどうかだよ。てかもう完全にレオンの方がもう、ウイルスにやら、ウイルスじゃなく、パラサイトにやられてる目してるもんね。まだアシュリーのがマシよ。You can. できるできるできる。Just give me heads up。 ぶっちゃけ声の可愛らしさで言ったら、僕は原作の方が好みだけど、このアシュリーがほんとね、もうなんかグラマラスでエロくて可愛くてたまらないよね。いやー、しれっと肩に手を添えるという、右肩には添えるだ、左肩には添えるだけというね、しっかりレオンの女ったらしがね、まあ、彼女に振られて
酒入り浸れているようなかつての彼から考えられないようなね。わあ、16分で終わってる。すごい。はーい。ね。4、5、だね。オッケー。じゃあ、いいところまで来ました。というか、チャプター区切りなんでね、一旦この辺りで終了とさせていただきたいと思います。本日もね、本当に動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。では、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、明日もお楽しみください。では、また次回お会いしましょう。バイナラ。